YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは、ヘディングでーす。本日は埼玉県春日部市にあります、春日部プラザ、来てます。もうね、前回、エヴァの同色引いて、買っちゃったんでね、今日も買って、なんとか連勝したいと思いますんで、早速、行ってみたいと思います。入店。それでは早速、店内のデータを見てみたいと思います。お、なんか、関脇木札だったり、大関横綱、関脇札とかね、いろいろ刺さってますね。明日の城横綱刺さってますね。でもさすがに、ちょっと打ってないですね。うん。でもね、今日ね、僕決めてるんですよ。もう打つ機種。あのね、こちらでございます。日暮らしを打ちたいと思います。ビタ押しとかできないとダメなんですけどね、まあ、目押しはあんまり自信ないですけど、まあ、閉店くんなんでね、目押しは下手だけど、ちょっと日暮らし打ってみたいと思います。ちょっと今勉強中です。日暮らしデータ、32、どっちだ、どっちがいいのかな。8、合成的にはこっちだな。こっちがいい。じゃあこちらの日暮らしで勝負したいと思います。それでは、大泉さんの日暮らしの泣く頃に行ってみたいと思います。まあね、バカにされると思いますけどね、目打ち下手なのに打つなとか、まあ気にせず行ってみたいと思います。やっぱね、あ、これ頑張りたいと思います。どうなんだ、なんか言ってるね、なんか言ってるよ。フラッシュダメだね、ベルですね、ベルですね。おっ、運命の扉を開けて、ベルですね。わあ、やばい、かな、見せたくない。これ見て、弟が買ってあげたの。ああ、ダメだ。これダメだ。外れ目です。ダメです。外れ目でございます。なんでそこまでわかるんだよ。わかっちゃうんですね。怖いですね。恐ろしい。そうですね。どうしますか？どうしますか？あー、ダメだね。ダメです。なんだい？恐ろしい。夏には持ってこいの台でございますね。米でございます。よく揃う。なんか起きねえかな？残念。追加投資したいと思います。えい、やばい、あと何分だ、あと5分だ、やばいぞ、急げ。俺そりゃあったよ、戦いが。よく勝てたな、相手は敵だろ。これあれ違うか、いやでもな、あ、さっきの1枚くだったのかな。もう一回来ましたね。でもさっきな、一番似合わないのが出てきちゃったね。じゃあ誰が持ってればいいんだ。あ、くれるの？来てない？ダメでしたね。残念。やばい。見せ場があったようなないような。やばいよ。
やばい、あと3分いっちゃうか、いっちゃおう。これでちょっとねビッグ引かないと負ける。やばいよ、出るぜ。これで5年目ですよ。お、なんだ、あー、リプレイ残念。なんかもういっちょこい、あ、やべ、間違えちゃった。あれ、あ、ダメか。買いましたね。いかがですか？ベール。30枚。はい、実戦終了。実戦終了。はい、第60回閉店くん、ただいま勉強中の日暮らしを打ってですね、負けてしまいました。負けてしまいました。結果が3000円投資の、使い切れなかったコインが30枚ありまして、まあ、500円戻ってきて、あとお菓子、ハートチップル2つのキャベツ太郎1個ですね、をゲットしました。いただいちゃいました。勝てない。前回勝ってね、こういい流れでね、パンパーンとね、勝ちたかったんですけどね、勝てませんでした。僕のここが弱いってことですね。次こそは頑張りたいと思います。で、撮影に協力していただいた、春日部プラザさんの宣伝をちょっとだけ。今月の、9月の9、10、2days ロックビート開催でございます。すごいですね。もう、恒例になってきましたね、2days が。もう、そこの激アツイベント、ロックビート開催しますんでね。もう、前回、撮影でお邪魔した時は、もう、鬼武者で5000枚とかね、バンバン出てましたんでね。その他の機種にも、エウレガだったり、いろいろ。今 G サマーも入ってて G サマーも出たりしたんでね、ぜひぜひ近隣の皆さん、春日部プラザ来ちゃってください。だけど今日僕は負けました。次回は頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は勝つよ。